オウム心理教オウム心理教事件亀戸異臭事件。亀戸異臭事件とは、1993年6月28日と7月2日に、東京都江東区亀戸で発生した事件。オウム心理教が起こした事件で、炭素菌による生物兵器テロ未遂事件であった。地下鉄、サリン事件以降、一連のオウム事件が発覚した際に、この事件も、 捜査対象となったが、捜査機関から、オウム心理教の手法では、炭素金が生成できない、不能犯であると認定され、刑事訴追されなかった。1993年6月28日と7月2日の2回に、渡って、亀戸の教団新東京総本部付近において、ぬかみそのような強烈な悪臭が漂った。住民たちは、 一臭の発生源である教団新東京総本部に抗議した。教団は儀式に使う薬品の調合に失敗したと言い訳し、今後はこういうことはしないと約束した。1995年の地下鉄サリン事件以降の一連の強制捜査に伴い、この一臭事件がオウム心理教による炭素菌を使用した生物兵器テロ未遂事件であったことが明らかになった。 朝原昌光は炭素菌による無差別テロを計画し、遠藤正一に明治炭素菌を培養させた。そして豊田徹らが開発したウォーターマッハと呼ばれる噴霧装置を教団新党競争本部の屋上に設置し、朝原、村井秀夫の立ち会いの下で前後2回にわたり外部に向けて炭素菌を散布した。匂いをごまかすため、 シャネルの香水の元を混ぜていた。朝原は自分の行為が正しいことの根拠を今から示すなどと述べた上、物典中に説かれている五つの法則として、真理のためなら当主、殺人、邪ンも肯定でき、結果のためには手段を選ばなくても構わないなどと解き、自ら噴霧装置のスイッチを押して周辺に培養ンを散布した。 しかし、噴霧器の噴射が高圧であり、菌が死滅したか、あるいはそもそも有毒菌ができていなかったためか、悪臭の実を漂わせるに止まったという。なお、三噴未遂事件の取りまとめ役だった、上竜文博の発言によれば、有毒菌ができなかった原因は、軍事用が入手できなかったことによって無毒な。 ワクチン株から有毒菌を開発することを求められたためであるという。また上流は著書において防護に不備があったので、もし有毒菌生成に成功していたら、実行側も死んでいたとしている。麻原は、事件後、この事件で、亀戸住人の悪いカルマが落ちた。これによってこの人たちは、私との縁が出来この縁で未来世において救済される。 その縁が逆縁であったとしても私との縁を作ることが大切だと語った。この後、国会議事堂、皇居、フリーメイソンの建物と、オウム心理教がみなしたもの、総価学会、東京タワー、横浜、霞が関などに散布したが、いずれも効果はなかった。また1990年4月にも東京都内で、ボツリヌストキシンの大量散布を行ったが効果が、 なかった。オウムによる生物兵器テロは一度も成功しなかった。ありがとうございます。